みんなこんにちは、ハテナくんだよ。魚を食べると頭が良くなるって聞くけど、本当かな？頭が良くなるんだったら、たくさん食べたいよね。魚にはどんな栄養があるんだろう。魚には筋肉の元になるタンパク質や骨の元になるカルシウムがたくさん入っている。それに頭が良くなるって言われている DHA っていう物質も入っているんだ。これを摂ると記憶力が伸びたり理解力が増えたりするんだ。この物質は魚から摂れる油に多く含まれているよ。特に多いのがマグロやイワシなどの青魚。他にも目を良くしたり血液をサラサラにもしてくれるんだって。でもこの物質、人の体では自分で作ることがほとんどできないんだ。だからみんなも好き嫌いしないで魚をたくさん食べようね。今日のまとめ、魚はとっても栄養がある。タンパク質やカルシウム、他にも記憶力や理解力を良くしてくれたり血液をサラサラにしてくれる物質も入っているよ。でもこの物質は自分の体内ではほとんど作ることができないから、みんなも好き嫌いしないで魚を食べようね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。